はい、タイヤバームクーヘンです。増田市にあります、これは何の川かちょっと後でちょっと調べますけども、国道9号線沿いにあります。ここが、オアシス、自販機コーナーオアシスですね。オアシスでございます。で、向こうにありますが、後藤商店さんがございます。ここからですね、ちょっと自販機、ここ最終ですね、後藤商店さん、ちょっと渡ります。はい、ここは後藤商店さんで、あ、すいません、失礼します。手作りうどん、うどん自販機、きつねうどんと肉そば、きつねうどんは300円で、肉そばが350円、売り切れですね。で、こっちのスタミナうどん400円と、天ぷらうどんが350円、手作りうどんで、こちらもラーメン350円と肉うどんが350円でございます。はい、ここは、自販機コーナーオアシスさんですね。で、ちょっと、後藤商店さん伺いたいと思います。失礼します。肉そば花ヶ瀬肉そば、後藤商店さん来ました。田中さんいらっしゃらないですかね。残念です。肉そば最後の1店舗、うどんそば、安全第一。もう自販機コーナーオアシスからすごい近いほど近いところにあります。これコッペパンとかが売ってます。100円で安いんじゃないですか。おにぎりも130円で売ってます。ここは肉そば、肉うどん350円。こちらラーメン、天ぷらうどん350円。で、中側にチートスとか、ポテロングとか、これが汎用機ですけど販売中。こちらは麦、甘栗とか味噌カツとか、じゃがりことかあります。カッピーとかございます。これ全部110円120円とか。はい、では、最後はラーメンですかね。ラーメンいただこうかな。うわ、ラーメン売れ切れてるわ。マジか。こっちは肉うどん、肉そば、ラーメン売れ切れてるかな。ちょっと今切ります。はい、もう一回ちょっと、じゃあ一回ラーメン入れてみますか。やっぱちょっと売れてるみたいなんで、ここは一回やめます。商店さんで食べるとしたら、やっぱ肉そばでしょ。やっぱ肉そばでしょ。せっかく来たんだったら。メキシカンが完全と光ってる。
っぱ行きます。よいしょ。田中さんが作られた、世紀の美味しい肉そば、ちょっと一回切りますね。はい、では肉そばいただきたいと思います。いただきます。一応こんな感じで、やっぱりこのジューシーな肉そばが、肉が大量に入ってます。で、こんな感じで、これですね、これかまぼこ入ってます。ちょっと肉いただいてみたいと思います。肉すんごいどっさり入ってます。うまっ。すごいなんか甘醤油、甘醤油で、このぶっとい出雲そばかな、これ出雲そばみたいな、すんごい分厚いうどん。うん、やっぱかき混ぜた方がいいですね。これはかき混ぜた方がいいです。こういうネギとかもいいですよね。シャキシャキしてて、これ肉と一緒に食べてみよう。肉と一緒に。ごちそうさまでした。はい、いただきました。美味しかったです。本当に美味しかったです。7店舗ぐらいですけどね。すごい甘醤油で漬けてあってすごい美味しいんですよ、肉が。じゃこれはちょっと入れてですね。美味しかった。こんなチューインガム、ちょっと一旦切りますね。ちょっとトイレ行きたいと思います。ここにトイレがあるんですよね。トイレ行きます。ご当地商店さんで、肉そばいただきました。350円でした。美味しかったです。ここの肉そばは何でしたっけ、あれは入ってなかった、柚子みたいのは入ってなかったですね、皮ですね。はい、ちょっとじゃああっちのオアシスまで歩きますか。オアシスまで歩いて締めたいと思います。
はい。すいません、後藤商店の手作りうどん、ここが本当の後藤商店ですね。すいません、さっきいただいたのはオアシスで、すいません、いただきました。私失礼しました、ちょっと訂正させていただきます。後藤商店さんのところはここです。本当のカロリーメイト、もうここ私にとってはもう聖地ですね。本当にラーメンあった、これラーメンこれ食えやがったな。まあいいや、私がすみませんいただいたのは、シャンティコーナーオアシスでいただきました。後藤商店さんは、さっきお客さんがちょっといらっしゃったんでちょっとやめました。ちょっと一旦ですね、車あっちに止めてるんで、車が来るから渡りたいと思います。あー今日ですね、全部7杯食べました。6杯かな、いただいたのが6杯いただきました。お弁当仕出し手作りうどんで、向こうにあるのはオアシスですね。なかなか切れないですね。国道15分ですからね、さすがに切れないですよ。あ、切れた、切れた。商店、リクなんとかなんとか、ゴッド、あちらが、オアシスですね、多分ちょっと分かんないですけど、でこれで、肉うどんはめちゃくちゃ美味しかったですけども、こっからちょっとですね、道の駅、ちょっと夕日が綺麗な道の駅行きたいと思います。はい、では、自販機の旅になりました。ハヤバームクーヘン、ちょっとですね他のところも行きたいと思います。どうもありがとうございました。後藤商店さん美味しかったです。